あんたたちだろ、シンラの列車を止めてくれたのは。またシンラの手で俺たちの生活がぶち壊されるとこだったぜ。ガラクタだらけのこの土地は俺たちの大切な故郷なんだよ、バレット、故郷なんだよな、バレットさんよ。あ、当たり前じゃねえか。俺たちは炭鉱生まれの炭鉱育ち。悪い奴は大体友達。どんなに辛い時でもハートだけは石炭のように真っ赤に燃え続けているんだ。メテオが何だってんだい。俺たちは炭鉱夫なんだぜ。長いトンネル掘ってメテオから逃げ延びてりゃあら。お、そうだ。おい坊主、シーナと戦う正義の味方に渡すもんがあるんだろ。うん、坊主。なんだい、お土産くれるってのかい。井戸の中から拾い上げたんだ。きっとすごい石だよ。お、マテリアか。あるってま、やっべえのくれんな、お前最強魔法じゃねえか。相当きつい戦いだったんだろ。体中傷だらけじゃねえか。宿屋の親父に言っといたから今日はただ休んで行きな。やったー。はい、皆さんこんにちは、シスです。トイックです。よしね、久しぶりにトイックが帰ってきたんだけど、なんかもう山場越えちゃったじゃん俺がいない間に。そう、すっげーさ、いいとこがさ、イベント尽くしのところにはトイックがいなかった。うん、まあ絶壁越えたら、うん、やばいことになるのは知ってたんだけど。まあね、そうだね、トイックはやったことあるもんね。まあまだ山場はまだあるから。で、ですよ、でですよ、どこ行けばいいの話聞いとけよ。あれなんだっけ、ヒュージマテリアゲットした、アルテマもゲットしたんだよ。うん、それはまだ俺動画で見てないんだけどな。あ、そうだね、これまだ上げてないね、最新。あ、そういえばさ、多分これ俺上げてる時、俺の誕生日じゃね。あ、俺の誕生日の昨日かもしんね上げてるかもう過ぎたかどっちか。そうだな。よし、でとりあえずさ、うん、なんか飛行艇の中だったかな、誰かがさ、なんかこうライフストリームが溢れるような場所があるって言ってたの。南の島。そこ行った？あれ行ったよ。行ったの？あ、でもなんか行ってんな、コンドルフォートとか行ってんな。あれ行ったよ、そこ。まあコンドルフォートって言われたよ。じゃあコンドルフォート行こう。OK。よかったな、シドさんがちゃんとリーダーやってくれてるよ。よし、ここだよね。ここそういえばなんかさ、シンラ軍に反乱してる人がいて、すげえ昔にスルーしたとこだ。ユフィゲットしたあたりだね。だいぶ昔だな。ほうほうほう、あ、我々に、じゃあ協力しましょう。超久しぶりに。うん。OK、上に上がって詳しい話を聞きましょう。あ、なんかここ見たことある気がするな。一回入ったんだっけ？入っだけどやんなかったのかな。入ってないと思うけどな。で、ここ上って言ったよね。上で、うん、まあ一応話しとくか。あ、セーポイントさんがある。おー、あるな。ふんふんふん、巻き添えな、まあ、シンラと戦ってるのか。まあ元シンラいるが、戦場タワーは聞き捨てならねえな。うん、シンラだってこんなところへ何しに来るんだ。あなた方もシンラとは何かあるらしいな。せっかくここまで登ってきたんだ。うん、ちょっとだけ話聞こうよ。この山の上に何が乗っているかわかるかな。あ、コンドル。うん、コンドル。マコーロ。マコーロの上にコンドルがいる。あ、マコーロなんだ。あ、ヒュージマテリアじゃないの。お、そういうことか。はい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 。スポンサーとしてギルの援助でもいいから一緒に戦ってくれないか。おお、どうだろう、一緒に戦ってもらえないか。いや、まあやりましょう。ほな、頑張りましょう。あのセーブポイントにとりあえず行きたい。うん、セーブしといた方がいいな。よし、この上かな。
とりあえず、てか、マコーロってことは、ここ上行ったらマコーロってこと？いや、マコーロには行けなかったんじゃないかな。あ、行けないのか。おう、説明をしよう。は、敵は山を登ってきて、それに罠を置いて、守ると。なよ、金くれって言うわけ。あ、安っ！ 8000 ギルディの。うん、お金で兵を雇い、罠を買って、ああ、そういうことね。うん、あ、じゃあ序盤できたら相当大変だったね。今だからこそさ、このくらいの金どうでもいいけどさ。オッケーオッケーオッケー。まあ、とりあえずやってみようぜ。嘘。ちょっとぐらい見ろよ。おし、まず敵を雇っ、敵を雇う？お前は何を言ってるんだ。味方を雇って、ほら、ユニットの配置を行ってください。ほら、まあ、説明出るし。オッケーオッケーオッケー。あ、じゃあ俺何も言わんぞ。岩を、転がすこと。なんだこれ、3連、HP があって、アタックか。あ、こっちの方が絶対強いじゃん。高えんのか。あ、ちょっと金があるから、金の力でどうにかしてみなさい。これは地雷を置くことができる。力は弱い。ワーカーさん。リペアラー。味方を回復することが力は弱い。すげえ強いやつ置こうぜ。遠くから撃てる。ワイバーンに強いガビス。あー、そういうことか。なんかこの、強いやつ、弱点をつけるように、いろんなやつを入れていかなきゃいけないんだな。なるほど、なるほど。で、この辺は、この辺は全部入れていこう。全部か。じゃあとりあえずまずファイターさんを。あれ、これ金がある限り好き放題できんだっけな。待って待って、どういうことだ。あ、ここに登ってくるってことか。ここを守ればいいんだな俺は。ってことはまず説明聞かないからそれすらもう分かんねえんだよ。じゃあまずファイターで、あれ置けねえ置けねえ、なんで。あ、ここ あんま下には置けねえんだ。そういうことね。じゃあまずこの辺でファイター完全ですか。でよし、こんな感じでいこうぜ。これだけ置いたらルールガン無視の金でどうにかしようって作戦で、なんとかなるでしょ完全に。よし、ゲームを開始しましょう。戦闘開始します。あと見てればいいのかな。自分で動かすんだったかな。なんかできるのこれ。やってんだっけな。行動？自分で動かすんだ。待機、移動。あ、そういうこと？攻めてけるってこと？どんどん攻めなさい。あ、間違えた。待機しちゃった。行動。これ昔あ、歩いてる。FF6 であったでしょ。ない。FF6 でパーティー切り替えてなんかやってたじゃねえか。ない。あれと同じ感じだよ。え、敵はどっから来てんの？おっそ！おっそ！あ、いわゆるタワーディフェンスみたいな感じになればいいのか？いや、もうどんどん行こうぜ。あ、これ後からさ、もしかしてさ、追加とかできんじゃね？今、ほらほらほら！やばくなったらどんどん置けばいいんだ。え、到着した？そう。うん、だから。次どうすんのか決めてやれってことだよ。もう待機だわ。ちょっと待って、待機だわ。ちょっと待って、敵が来るまで全待機でいいわ、これ。よしよし。初接触じゃない。どのくらい敵と接触しました。30? 与えて ?25? え、待機でいいよ、待機でいいよ。戦い。戦ってる。あれ、お前はさ、届かないの？この敵に対して。もうちょっと近づこう。お前遠距離なんだからさ、撃てよ。行動。OKOKOK。ここで2人で戦ってる。いいね。あ、倒した。こいつがどんどん来てる。ファイターがもうすぐ死ぬから、こいつは殺しといて、こいつを代わりに。ひでえ。捨て駒にしてる。いや、こいつは死ぬだろ。ほら、OKOKOK。死んだ。おし、お前、代わりのやつ。回復させてやれよ。
敵と接触音響か、代わりのやつが戦ってる。行動、うん、いい、いい、問題ない、捨て駒にするとか問題ない、問題ない。あ、死んだ。シューターがやばい。まあシューター一人で頑張っとけ。まあちょっとは上のやつに出番も回さないとね、この辺にいる人たちが暇になっちゃうから、ちょっと敵を引きつけましょう。よしよし、これでちょっと引きつけたんで、あとは地雷を置く。あとは見てるだけだわ。もう見てるだけなの。ああ、お、兵なんてゴミよゴミ。ほら、ほら頑張れ、ほら頑張れ。うわ、これ見てるだけだわ。待機待機待機。ほら頑張れ。いいね、このシューター。こいつを犠牲にして後ろからシューターで攻撃するっていう完璧な位置取り。お、だったらせめて壁回復してやれよ。回復などいらんわ。回復はね、回復は俺にはギルがあるからね。ひでえ。回復た、あ、やべえ、ま、壁がいなくなった。死ね。お、ここ。シューターが解ける。ここ、ほら、ディフェンダーが活躍してんじゃないの？いいじゃん、いいじゃん。行動待機。あ、敵がたくさん来てる。お、シューターが一人死んだな。まあ、待機でいいだろう。ほんまに。こんなに攻められてる動画初めて見た。マジで？ちょっとさ、俺ここにさ、投石機置いてんだからさ、ちょっとこっち側から入ってきてよ。なんかみんなこっちから来んだけど。投石機意味ねえ。じゃあちょっと俺ここに投石機置こう。あ、三連がある。三連投石機でいいんじゃない？ここ。オッケーオッケー。来たー、投石機。敵と接触しました？お前、ディフェンダーは待機だ。よしよしよし。やべ、ここがやべ、ここがやべ。右超テウス。あれ、お前、なんでもいいや。待機でいいよ、待機。ちょ、右どうにかして、右。じゃあ、とりあえず、ここにディフェンダーを守らせといて、この後ろからシューターが、攻撃しとけばいいだろう。ほら。逃げようとしたシューターが殺された。なんかワーニングとか言われてんだけど、なんか俺危険なことある？危険なところしか見えないんだから。投石機って攻撃されんの？当たり前だ。穴もあったら壊されるわ。マジか。待機待機。うわ、投石機すごい壊れた。うわ、俺の声援が、俺の声援が。うわ。もう暗い将来しか見えない。敵と接触しました。はい、どうでもいいぞ。シューターは待機待機。めんどくせえ。もうお前、全待機っていうのが欲しい。全待機っていうのが。よし、待機待機。お前ちょっとこれ、このファイター無駄してるな。ちょっと移動しろ。お前このアタッカーも移動しろ。あれだ、最終防衛ライン突破された感じだな。お前ちょっとサボってんだろ、お前。こいつ一人が働いたところでもうどうしようもねえよ。いや、こ、作戦通りを引きつけてから、俺の出番よ。引きつけて誰が何を倒すの？よしよし、入った。うわぁ、撃破、移動。よし。まず、待機でいいや、待機。あ、ディフェンダーが死んだ。どんどん溶けてる。オッケー、倒した。右だな。ちょっと。右もあれ、どうしようもないだろ。右だ。急げ。お前ら急げ。どうしようとしてるけど、そこにいるぞ。よしよし、右。まあ、こっちは余裕だから。真ん中のワイバーンは。こっちは余裕だからいいとして、右がやべ。え、待機。ちょ、右どうにかして、右、ここ、追加兵置けない。ここは倒した。待機。よく倒したな。右。入った配置がやばい。よしよし。
なんとかなんとかなる、なんとかなる、これはなんとかなる。お前はじゃあ真ん中行け、真ん中、真ん中の君たちももう活躍してないからどんどん来てるぞ。真ん中行け。うわぁ、なんだ、割といけそうじゃん。この状況を見て何がいけそうなのか俺にはわからないんだが、やべ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 、ちょっと頑張れ頑張れ頑張れ、ここが接戦すぎんだろ、接戦すぎんだろ。こっちはこっちはなんとかしてくれ、お前は今は一人でなんとかしてくれ、あとは一人でどうしろって言うんだ。ここだよ、ここ、ここさえなんとかなればいいぞいいぞ、ディフェンダー、ディフェンダーいい。あ、もう、うわ、ボス来てる、ボス来てる。ボス来た。やべ、でもさ、待って待って待って、ここ、ここ、ここさえ。てかさ、もう俺すげえユニット40くらい置いてんじゃないの、もう。うん。オッケー、ひどかった、くしゃー、完璧だわ。やったぞ、すごいよ、ありがとう。これでもう進路は来ないだろう。我が軍の金の力を見くびんなよ。うわ、えコンドルって生きてんの？
ん？うん。え？なんか銅像かなんかあったと思った。卵から。え？なんかすごいこと起こ。なに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 ？今の光は？コンドルが？卵が？え、確認してきます。はい。知ってこい。あー、かわいい。なにそれ。すげえマテリアある。ちょっと待って、マテリア。あれ？取ればね。フェニックスゲットしたー。よかったな、ちゃんと阻止できて。やったー。いくら使ったんだろう。数万円くらい使っただろうな。2、3万くらい使ったんじゃねえの。あー、巣立っていったよ。おうち、フェニックスゲット。一緒に眺めてんだ。いい景色だ。行ってしまったな。親父にも報告しておいてくれよ。親父さんが、親父か。下の人か。うん。皆さんありがとう。本当にありがとう。差し上げられるものは何もないのだが、あ、ないの。お。大事なものくれた。あるじゃん。あん、これがどうした。おお、でっかいマテリアだ。ふんふん、これかいな。実はこれがあの魔鉱炉の中にあったマテリアなのですよ。つうことは俺様たち何のために戦ったんだ。ヒュージマテリアでしょ。え、コンドルの生命の営みですよ。あの魔鉱炉を建設するときには私たちも手伝わされたのです。ですから魔鉱炉内のことは知っていました。いつかこういう時が来ると思って、シンラがいなくなった後、忍び込んで、マテリアを持ち出しておいたのです。騙すつもりではなかったのですが、結果的にはそうなってしまいましたね。申し訳ありません。そんなことはもういいよ。とりあえずは生きてるからな。ふんふんふん。シンラが狙う、ヒュージマテリア。そう、ヒュージマテリアって何なの？なんかすげえマテリア何個分みたいなこと言ってたけど。うん。これがラスボスを倒すキーアイテムなのか。そしてジュノンの海底魔鉱炉。ああ、そういうことか。次は海底魔鉱炉に行けってことか。はいはいはい。そこで最後のヒュージマテリアか。で、3つのヒュージマテリアが揃ったことによって、うん、超ヒュージマテリアができると。まあ、安易な発想だが、ま、今後の展開でどうなるかだな。オッケー、ミディール。じゃあ今回はここまでにしましょう。うん。はい、皆さんどうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。